皆さんこんにちは、深田です。めっちゃ寒いですね。温度計が7.5度ですね。今まさに私がやってる実験をちょっと説明したいと思うんですけれども、ここに円筒が見えますね。この側面に、スピーカーとマイクが取り付けられています。ここに2つの資料があって、1つは摩擦値、もう一つは石膏を流して固めた後で、表面をペンキで塗ってあります。ここの下にこうやってセットして、である音をこの筒の中に流してみるっていう実験をやってみたいと思います。なんで石膏っていうか、土はまあ音を吸収するだろうっていう想定でやってるわけですけれど、ほとんど全部音を反射してくれる表面、それと結果を比較するんです。今度はこう土をセットして、また同じことをやると。ほとんど出ないですね、音が。ああ、そうですね。この筒っぽの中ではだいぶ大きな音になってるはずなんですけれど、まあ、外に若干漏れてきている音を私たち聞いてるんですけれどね、 500Hz から 800Hz の音を流すと、ある周波数610とか 20Hz あたりのところでね、音が大きくなるの。縦軸は音波強度って呼ばれてる音の強さ。この赤い方が最初に測ったやつね。青い方が摩擦値の資料の結果になります。表面付近で音がこうちっちゃくなってますよね。この赤い線に対してこう青い線がどう変化するかっていうのが、いろんな摩擦値の水分状態でデータが取れる。次のやつになります。横軸が含水比になってて、縦軸が曲線の、縦軸の値を全部総和している値になってます。赤い基準に対してどのくらいの割合だったかっていう量で示しています。これを見ると、資料が乾燥していくと値がだんだん小さくなっていくと、音のデータを使って、まあ逆に資料の水分量とかを予測できるんじゃないかなっていう。工夫したところは、資料に対して音を当てる装置のところがくっついてないですよね。ちょっと浮いている状態になってる。まあ私たちが土を調べようと思ったら、基本的には土を取ってくるんですよね。取ってくると、もうその場所でどう変化するのかっていうのは分かんなくなっちゃうわけですよね。なるべく土を壊さないように、まあ調べることができたら、いろいろ役に立つんじゃないかなと思って研究しています。3つの瓶があるんですけれど、1つの瓶は空っぽで、真ん中の瓶にはちょっと水が入っていますね。右の瓶には砂が入っています。水の量とこう砂の量は見た感じ同じぐらいになってますね。これをこう吹くと音が出るっていうのを知ってると思います。水が入ってる時は高くなりました。こう砂が入ってるやつ、低くなりました。容積が狭まると高い音が出るんですよね。それはまあ経験から知ってるんじゃないかと思うんですけれど、砂が入ってるやつと水が入ってるやつは見た感じは同じぐらいだけれど、砂の中に空気が含まれてるから、まあ、実は容積から考えると水よりかはまだ容積があるんですね。ここにマイクがあるので波形を見てみるという。例えばこんな風に見えてるんですけれど、スペクトルって言って、周波数を横軸にして、その周波数に対してどのくらいの音波強度だったかっていうのを縦軸に表したグラフに書き換えることができるんですね。こんな感じになってる。ここにこうピーンって立ってるでしょ。そう、そこだけすごい。ほとんど一つの周波数の音しか出てないんですね。完全にそうではないっていうところが実は面白くって。ちょっと出てますね。そう、こことかこことかにほんのわずかにも反応がある。
今から取り組む課題は、この周波数がどのようにして決まっているのか、つまり周波数とこの瓶の容積、これの関係についてちょっと考えてみるっていう。じゃあ小川原くんは、あの周波数が何によって決まっているのかって知ってますか？そうですね、そうです、周波数っていうのは振動数のことですよね、はい、1秒間に何回振動するか、はい、空気量関係してますね。そうですね、速さ、加速度、流れを引き起こすためには押す力が必要だったじゃないですか、はい、あれは振動じゃないでしょ。どうすれば振動するんです？例えば空気は振動を伝えることができるわけですけど、なんで空気って揺れるんです？なんで振動するんです？このバネも振動することが可能です。はい、ピョーンってやったらどうですか？そのピョーンってやったら、なんで振動しますか？バネがあったら。バネのどんな性質が？あ、伸び縮みするっていう。伸び縮みするっていう性質。はい、そうですね。これを、物理学の世界では復元力って呼んでいます。つまりバネは伸びたら縮む方向に力が働く、縮んだら逆に伸びようとする、これがないと振動というものが生まれないですね。でもう一つある、揺れる原因ですね。重りがないと。おお、そうです、はいはい、それをもうちょっとなんていうか物理っぽく言えますか？重力。重力がなくても振動は可能です、質量が存在する、はい、あるいはこれを慣性と呼びますね。運動の基本的な性質の一つで、ある運動はそれを維持しようとする性質があるっていうものです。つまりバネをこうギュッと引っ張って手を離す、すると復元力が発生して元に戻るけど、行き過ぎるでしょ。上にグッと行って逆に縮みますよね。もし慣性というものが存在しなかったら、元のところに戻ってそれでおしまいじゃないですか。ピタッて止まってね。でそれじゃ振動じゃないですよね。で縮むと逆に元に戻ろうとする、こっち向きの復元力が働いて、今度は下向きに移動すると、はい、そしたらまた行き過ぎる、そしてバネがまた伸びる、はい、ということで振動を繰り返す、なので振動っていう現象には実は2つの要素が必要で、はい、復元力と慣性。空気ははい、ギュッと圧縮したらやはり元に戻ろうとするし、はい、広がれば縮もうとしますよね。まあ、なんか私たちがそれを感じるのは、なんかこう注射器をこう空気が吸わないようにギュッと引っ張った時とか、はい、で空気にもちゃんと質量があるから空気には慣性というものがありますね。さて、周波数と2つの要素を関係づける式から出発するんですけれど、ここに書いてしまおうかなと思います。単位質量単位変位あたりの復元力がオメガの2乗に等しい。オメガっていうのはですね、周波数 F を 2π だけかけたもの、核周波数とかあるいは核振動数とかって呼ばれています。まあ私たちが実際に測るのは F の方なんだけど、数学の世界に持っていくときに 2πF で考えている方が扱いやすいので、こんなことになっています。バネの質量を今 M として、バネが平行状態から X だけ伸びた時の復元力言えますか？伸びれば伸びるほどそれに比例した力で元に戻る、 F イコール KX っていうのはバネを扱う時にはよく使う式です。したがってオメガ2乗は今の場合単位質量を単位変異あたりの復元力、今 F は KX だから M 分の K ルート M 分の K みたい、つまり重たいものほどゆっくり振動する、大きな復元力が働くものの方が早く振動する、硬い方が早い、硬い方が早い。実は
瓶を吹く実験はこれで考えることができるんですよ。どの部分で吹く原力が発生するのかっていうところと、そもそも何が振動してたのかっていう質量を考えるところ、この2つの課題をクリアできれば私たち周波数を計算できます。でこれを最初に発見した人の名前を取ってヘルムホルツ共鳴とでこのヘルムホルツさんがですね M と K をどうやってこれに当てはめるかっていうのを考えてくれてるから、はい、まあ、私たちはその結果に素直に従ってやっていくだけなんですけれど、この M はこの瓶の首のところの空気、ここが振動するんだと。例えばこの瓶の首の断面積が A で首の長さがスモール L だとすると、 M は AL っていう体積に空気の密度をかけたものですね。空気の密度をロー A とかって書いとこうかな、うん、じゃあ副原力は